今回は、スラップ奏法の説明をしたいと思います。皆様よろしくお願いします。はい、というわけで、スラップ奏法なんですが、まあね、皆様、まあ、やりたい奏法の一つだと思うんですが、まあ、なかなか音が出にくい、まあ、どうして親指の音がしっかり出るのかがわからない、プルの音がしっかり出ない、そういったものがあると思うんですが、そういったのを一個ずつ、細かく説明していきたいと思います、細かく説明するために今回説明するのは、振り抜きのフォームからまず説明します。これ跳ね上がりのフォームと親指が下に向いたようなフォームとかいろんなフォーム、まあ他の奏法もそうなんですがいろんなフォームあると思うんですが、振り抜きのフォームから今日は説明したいと思います。まず軸となる動きというのが、中指から肘のこの直線的な動きになります。ここが回っているようなイメージ、そのまま親指が弦に当たって音が鳴っているというような仕組みになっております。手の動かし方としてはこういう動きになる。で、動きのイメージを持つためにじゃん、スティックなどを持っていただくと分かるんですが、腕に対してスティックが90度になるイメージ、これがそのまま親指をこうしていただいてですね、これがそのままこう回っているような感覚で考えていただくと分かりやすいかなと思います。ここの時に中指から肘までの形というのが、曲がってしまわないようにこうやって。こちらから見た時もこうなってしまったりとかしないように、極力まっすぐにしていただいて、これが、まあ、こうなっているイメージ、ね、この軸がぶれないようにしていただくといいと思います。このままこの親指が弦に当たる、これがサムダウンになります。サムというのは親指のことですね。親指でダウンをする。で、そのまま今回、説明する振り抜きのフォームというのが、そのまま次の弦に、止まるような手の形になります。中指から肘まで一本の棒が通っているようなイメージ。それが軸になって、回って、叩いて、次の弦に止まる。親指が上がって、叩いて次の弦に止まる。という形で、やっていただくといいと思います。なぜ自分がまず振り抜きのフォームから説明したかというと、まあ、自分自身も振り抜きのフォームを、まあ、普段使っているというのもありますし、跳ね上がり、この後にね、次の動画などで説明する跳ね上がりのフォームより、音が最初出やすいということで、振り抜きのフォームを、まあ、自分自身も、教えたりする機会が多いです。叩いて振り抜く。4弦を叩いた時に3弦に止まる感じです。この時に弦を叩いている感覚よりも、もうそのままね、楽器自体をこうやって叩いているようなイメージ、その通過地点に弦があるような感覚であるといいと思います。こういう動きになります。親指の当てる位置なんですが、第一関節から指先までの間の、部分ですね。ここが当たるような感覚。で、楽器側に関しては、自分はだいたいこの、最終フレットあたり、このあたりを、当てるような形でやっております。この、当てる位置がバラバラになってしまいますと、もちろんフォームが変わってしまいますので、リズムも安定しにくくなってしまいます。なので、必ずこの当てる位置というのもしっかり、自分の中で決めていただいて、当ててあげるといいと思います。で、これ、後ほどプルを説明するんですが、プルというのは、基本的には弦のテンションが緩い方がパチンとした方がなりやすい。じゃあこの弦のテンションが緩い位置っていうのはどこかと言いますと、ナットからコマの真ん中になりますので12フレット。これに近い方が弦のテンションというのは緩いわけですね。なので極力人差し指はそれに近いこの指板エンドのこの辺りに持ってくる感じになりますので、必然的に親指が、まあ、この最終フレットあたりに来るという仕組みで自分をやっております。
他の弦も同様です。3弦を叩いたら2弦に止まる、2弦を叩いたら1弦に止まる。はい、ここで1弦を叩くと、次の弦がないので止める位置がないんですが、自分の場合は楽器自体に止まるようにしてます。という形で、自分はサムダンを行っております。この中指からの軸の動き、これをしっかり覚えておいていただいて、親指を上げた時に人差し指が引っかかってしまった、これがプルになります。例えば親指を叩いて、そのまま人差し指が親指を上げる時、戻した時に人差し指が引っかかってしまった、という形で手首を、手を回してそのままプルをするような感覚であると、まあ、一番効率的なんじゃないかなと思います。その際に手のひらが自分に見えるように叩いて、プルした時に手のひらが自分側に来るようにしていただくと、こういうフォームもね、あるんですが、今言ったこの回転を崩さないという意味では、手のひらを自分に見せた方がこの動き自体が崩れないです。叩いて返す、叩いて返す、叩いて返す。この時、一つポイントがあります。これ、今のね、スラップのフレーズとかって結構難しいのが多かったりとか、早いフレーズが多いんですが、まあそういった場合にプル間に合わないっていう方多いと思います。プルを間に合うためにはどうしたらいいかというと、サムピングが終わった段階で人差し指が弦の下に入っている状態を作る。サムピングが終わった段階でもう入っている、これがサムピング終わった時にこっち側に人差し指があって、こっからよいしょと入れてひっくり返すと遅れてしまうんです。サムピングを終わった時に入れる、この時に少し指をキュッと握ってあげる感覚になります。なので叩いたら少し握る、叩いて少し握る、そうするともう指入ってますので、先ほど言ったように返すだけになります。はい。で、前回じゃあね、オクターブの時にやった4弦の3フレット、2弦の5フレット。これで、オクターブの形を作って、サムピングを実際やってみたいと思います。サムダウン、プルー。サムダウン、プルー。サムダウン、プルー。という手の形になります。これなんですが、最初のうちフォームが安定しないと、自分も昔あったんですが、この人差し指のね、爪のちょうど生えてるところあたりが、一弦に当たって、流血するなどよくあります。なので最初のうちフォーム安定しないと、そういった形で弦に当たってしまって裂けやすいんですが、安定してくると、そこも大丈夫になってきます。指先が痛い、親指が痛いというのは、もうしょうがない部分だと思いますので、皆さん豆を作って乗り越えていきましょう。で、ここのところでスラップ、指引き、ピック引き、すべてそうなんですが、ポイントになるのがスピードです。スラップの場合でも、親指の叩くスピードが遅いと、こういった形で、ね、ハーモニクスが鳴ってしまいます。なので、しっかり叩いてあげる。で、基本的には力を抜いた状態で速い動きをする。例えば、ね、手洗って、あ、ハンカチねえな、と思って、手をこうやって、ね、水を切る場合あると思うんですが、そのような感覚ですね。力が抜いてるんだけど、手は速い動きをしている。これを意識していただくと、スラップはしっかりした音が鳴ります。なので、目安としては、弦に当たってる瞬間が、肉眼で確認できない速さ。これがゆっくり、こういう風にならないように、バッと、しっかり叩いていただくといいと思います。これが基本的な振り抜きのフォーム、になっていきます。振り抜きのフォームのポイントなどをコメント欄の方にも、コメント欄
の方にも、説明欄の方ですね、 YouTube のね、そちらの方にも、少し書いておきますので、皆さん参考にしてみてください。次回は振り抜きとホームで同様、振り抜きとホームと同じぐらいですね、使う跳ね上がりのホームというのを少し説明したいと思いますので、よろしくお願いします。以上。